こんにちは、ハカです。さあ、ついに発表されました新型のライゼン Zen4 7000番台なんですが、まあ予告通りですね、8月30日のイベントで、まあ、AMD が開催してたんですよ。で、私最初にあっと思ったのがですね、このイベント観客入れてたんですよね。まあプレス関係者だとは思うんですけど、やはりコロナ禍でこういったイベントってオンライン開催だとか無観客っていうのが普通だったじゃないですか。でも今回会場に人を入れてのイベントということで、世界はやっぱり収束に向かってるんだなというような感じを受けて非常に印象的でした。さて、肝心の CPU なんですけど、事前に分かっていた情報としては、まず大きくアーキテクチャが変わって Zen4 という名前になるよというところと、まあ、それに伴ってソケットが AM4 から AM5 になる、インテルと同じく LGA タイプを採用するというところが分かっていました。では具体的にどんなモデルだったのか、そこを詳しく見ていきます。またですね、価格も発表になってましたので、日本での価格を予想もしてみたいと思います。新しいライゼンは買いなのか、そうじゃないのか、では行ってみましょう。はい、新しいアーキテクチャ、デスクトップ向けはラファエルというコードネームでしたね。まあちょっとだけ概要をおさらいしていきましょう。まずこの Zen4 ですね、製造プロセスは5ナノメートルになります。まあ4年ほど変わってなかったソケットも形状変更になって、新しく LGA タイプになってきて、インテルと同じようになったということですね。まあインテルよりもちょっとピン数が多い1718というものを採用しています。ちなみに LGA タイプっていうのは、今の現行のライゼンのような CPU から無数にピンが生えていて剣山のような形になっているものではなくて、ソケット側にピンがあるタイプ、まあ、そこに CPU の端子を接触させるものですね。ソケットにピンを差し込む必要がなくなるので、ピン折れのリスクっていうのが非常に低くなります。その代わりですね、CPU とソケットがずれやすいので、まあ、上から CPU をしっかりロックする機構がつくんですね。まあ、このことで CPU クーラーを取り外す時のすっぽ抜けがなくなります。まあ、ライゼンもいよいよかというところで、ソケットの変更だけでもかなりワクワクしますよね。あとは次世代規格しっかり対応してきました DDR5 メモリーと PCI Express 5.0、 こちらにも CPU 側でもチップセット側でもしっかり対応しています。で、今回発表になったのは4モデルでした。Ryzen 9 7950X と 7900X、 Ryzen 7 7700X、 Ryzen 5 7600X、 この4モデル、まあ、定番どころっていう感じでしょうか。7800はないんですけど、まあ、700があるので、まあ、立ち位置的には変わらないでしょうね。まあ、このモデルはおそらく後からどんどん追加されると思います。まあ後からちょっとお話ししようと思うんですけど、 3DV キャッシュ搭載したモデルも予定はされているようです。やっぱりここの強化は必須だというところですよ。シングルコア性能が大幅に向上しています。 IPC で約 13% の向上が見込めるということなんですよね。で、 IPC っていうのはちょっと分かりにくいんですけど、 CPU のクロックあたりの命令処理数らしいんですよ。まあ、概ねですね、シングルコア性能の比較に使われる値だと思ってもらえればいいです。ただこの IPC ですね、使用するソフト、アプリ、ゲームによって結構大幅に変わるらしくてですね、フォートナイトでプラス 3%、 Adobe の Lightroom でプラス 5%、 プレミアプロでプラス 11%、 そして、Watch Dog Legion というかなり重ためのゲームがあるんですけど、まあ、それだとプラス 32% になるようです。重たい処理をすればするほど、このシングルコア性能の差っていうのが顕著に現れるっていうわけですね。まあ、私も個人的にこのプレミアプロ常用してますので、プラス 11% の性能向上っていうのはすごく魅力的に映ります。それと最大動作クロックがブースト時で 5.7GHz、非常に高いのも注目ポイントです。で、シングルコア性能が飛躍的に向上したことで、マルチコア性能も比例して上がっています。大事なのはですね、コア数、スレッド数は今までと据え置き変わらなかったっていうことなんですよ。
インテルのように P コアとか E コアっていう区分けもされていませんので、1コア2スレッドと非常に分かりやすいです。で今回ですね、コア数スレッド数は増えなかったんですが、それでも従来の 5950X と今回の 7950X の比較でシネベンチ R23 の結果がプラス 48%、 約 1.5 倍になったわけですね。どんだけ進化してるんだと。あとは 3D のまあレンダーだったりトゥームレイダーのゲーム性能の向上でも 30% 以上の性能向上が見込めるっていうことなんですよ。で面白いのは現行のインテルの CPU、 あれのハイエンドの Core i9-12900 を名指しで指定して比較してきたっていうことですね。でシネベンチ R23 の結果でプラス 41%、まあ、対インテルとしても大幅な性能向上です。まあ、実際の使用感でそこまで圧勝するかっていうと微妙なところではあるんですけど、少なくともベンチマークの結果っていうのは高いわけですね。またここ結構大事なところです。消費電力、ワットパフォーマンスのあたり、これもですね 12900K と 7950K と比較して圧倒的に高いと、 47% 向上というところなんですよね。まあ、インテルの最近の CPU、まあ、確かに Zen 3よりは性能はいいんですけど、非常に発熱と消費電力が高いというのが問題になっています。もうすでに TDP という言葉も使わなくなってますしね。 12900K の性能をフルに引き出そうと思ったら 300W ぐらいの消費電力は見込むっていう形なんですよ。まあ、これはやはり製造プロセスの差っていうのが大きいですね。でここの差に関してはインテルが巻き返すのはほぼ不可能になっています。まあ、今年出るラプタレイクもかなり爆熱かつ消費電力の大きいモデルになっているはずです。さて今回のラインナップを見ていて、まあ、少し前に出たモデルにはなるんですけど、ちょっと変わり種の CPU 覚えていますでしょうか。それが Ryzen 7 5800X3D というモデルで、こちらの CPU には 3DV キャッシュという技術が搭載されていました。で、 3DV キャッシュはキャッシュメモリを2階建てにしたっていう構造なんですけど、まあ、例えるなら通常の CPU は家で平屋なわけですよ。で、その平屋には6部屋だったり8部屋だったりっていう部屋数があるんですけど、その各部屋からアクセスできるウォークインクローゼット、収納の部分があります。まあ、これがキャッシュメモリだとしましょう。で平屋だと収納ってあんまり取れないじゃないですか。なのでそのキャッシュメモリ、ウォークインクローゼットに入りきらなかった部分っていうのは一回家から出て庭の蔵に収納する必要があるんです。これが PC でいうメインメモリですね。でも家から蔵まで行くのに時間かかりますよね。できればこの家の中の収納で全部済ませたい。でも収納が足りない、じゃあ2階建てにしてしまえというのが 3DV キャッシュなんですね。まあ、2階に大きな収納部屋作れば、この CPU という家の中である程度を済ますことができます。まあ、それで全体的に高速化できるわけですよね。で今回この 3DV キャッシュの技術なんですが、 Zen4 の新しい CPU には搭載されていません。まあ、てっきり載せてくるんだなと思ってはいたんですけど、あのロードマップには記述がありました。で今回出た Zen4 の後に Zen4 3D っていうのが、まあ、予定されてるんですよ。ということで結番となっていた、まあ、7800とかそういったものも出てくる可能性もあるわけですね。でさらにロードマップには Zen5 の記載や Zen5 3D も記載があって、で2024年まではこの新しい AM5 のソケットを使い続けるということです。まあ、2024年だとちょっと短いかなと、もうちょっと使ってほしいなというところではあるんですけど、まあ、今目まぐるしく技術が進歩しているので、まあ、どのくらいソケットを持たせるかっていうのは今後の判断になると思うんですよね。まあ、少なくとも2年ごとに入れ替えるインテルよりは長い状況になるのではないかなと思っています。まあ、そこを見越してですね、ソケットやチップセットも次世代規格をしっかりと取り入れています。PCI Express 5.0 だったり、まあ、DDR5 メモリを制御できることになっているわけですね。なのでマザーボードをしっかりいいもの買っておいて、まあ、CPU だけをどんどん新しいものにアップグレードしていく、そんな組み方が Ryzen では可能なんですね。
ここは自作 PC ユーザーとしてパーツをちょっとずつ入れ替えることができるというのはメリットです。まあたまにですね、自作 PC 組みたいんです、でも10年ぐらい持たせたいんですっていう人が、まあ、いらっしゃるんですよ。でそれってちょっと現実的じゃないなというところだったり、まあ、コスパも悪いなっていうふうに考えちゃうんですよね。自作 PC 組むんであればやっぱり 2,3 年おきとかに、まあ、ちょこっとこうパーツを入れ替えつつ、ある程度新しい世代を保っていくっていうのが必要になってきます。まあ用途にもよるんですけど、これだけ進化してもですね、いつも性能ってちょっと足りないなっていうふうに感じてしまうんですよね。まあここら辺は自作 PC フリークルの差がのようなものなんですけど、まあ長く使ってると不具合も出てしまうので、まあ、少しずつパーツは切り替えていく方がいいのかなというふうには思っています。まあ、これをやっていくと、当初組んだパーツがもう全く残ってなくて、全然中身別物になってますよっていうのもよくあることなんですけどね。と、まあ、ソケットも変わって CPU の性能も向上して、まあ、いいことばっかりかなと思うんですが、ちょっと気になる点あるんですよ。それは USB 周りですね。まあ、やっぱりですね、この、まあ、今の PC も USB 周り若干弱いんですよね。サンダーボルトを搭載したマザーボードなんですけど、しっかり性能が出ていない時が、まあ、ままあります。今撮ってるカメラのメモリーカードを読み込ませようとしても、USB 3.2 Gen 2ぐらいの速度が出てほしいんですけど、USB 3.0 ぐらいの速度になってしまったり、ひどい時は USB 2.0 ぐらいの速度になってしまったりということもあるんですよね。まあ、その都度機器を差し直したりはするんですけど、直ったり直んなかったりっていうところです。まあ、そこら辺の、まあ、USB の制御、やっぱりインテルがサンダーボルトとか USB 4っていうのに、まあ、1枚噛んでるおかげで AMD は弱いんですよね。まあ、新しい製品になってどれだけ解消しているのか気になるところです。さて、そんな Ryzen 7000 シリーズ、価格も一緒に発表になりました。それがこちらですね。一番高い 7950X で699ドル。一番安い 7600X で299ドル。これですね、5000番台が発表した時よりも、5950X は799ドルだったので、100ドル安い価格設定なんですね。その他、5900や5600、とこの7900、7600の価格は一緒です。7700に関しては発表時299ドルでしたけれども、これは遅れて発表になったので、その時の価格に合わせたっていうことなんですよね。まあ、つまりですね、まあ、ある程度据え置きか安くなってるっていう価格設定なんですよ。まあ、やはりコスパの AMD、 ここはやっぱり企業努力が素晴らしいなというふうには感じます。ところがここ日本ではそううまくはいかないです。なんといっても今この円安状況、ついに1ドル140円まで下落してしまいました。じゃあこの Ryzen 7000番台がどれだけの価格で出てくるのか予想してみましょう。まず Ryzen 5000シリーズの発売当初の価格見てみます。税抜き 96,800円、税込み 106,480円っていうのが 5950X の当初の価格です。米国で発表された299ドルとか799ドルっていうのは税金を含まない価格なんですね。なので元々のドルを1ドル120円換算して消費税 10% かけたとしたら、まあ、大体こんな金額になるんですよ。5000番台の時は1ドル120円で計算されていたわけですね。じゃあこれを今回発表された7000番台のドル価格で1ドル140円で計算してみましょう。はい、結果はこうです。 7950X は 5950X よりも100ドル下がってるんですけれども、実際日本円換算するとほぼ同じ価格になるっていう予想になります。まあ、その他7900から7600にかけてはかなりな値上げになっているというような感覚になるのではないでしょうか。まあ、為替通りの金額で出てくればこれで済みますけど、今半導体不足だったりとか輸入にかかる配送コストっていうのも上がっているので、ひょっとするとここからさらに値上げっていう可能性もあるとは思います。
まあ、そう考えると今新しい規格に飛びつくのではなくて、ライゼンの5000番台であったりインテルの1万2000番台で自作を組むっていうのはまあまあいい選択にも思えます。まあ、一応私がまあこの中で気になるなと、もし買うとしたらどれかなと思った時に、まあ、7700X がまあ気になるかなと。で今使ってるのが 5800X、 これがですねインテルだと12600相当なんですよ。まあ、それが 7700X を搭載できれば 12900K を大幅に上回ったスペックを手にすることができる。まあ、ここはちょっと魅力的かなと。まあ、ただラプターレイクも出ますしね、まあ、その動向を見てみたいと思います。まあ、これからのインテルと AMD の選び方としては、ワットパフォーマンスやマルチコア性能のグッと優れた、まあ、ライゼン系を、まあ、手にするのか、それとも USB 周りの安定性をとって、まあ、インテル系にするのか、そんな選び方なんじゃないでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。今日は新しく発表されたライゼン7000番台の詳細を見ていきました。まあ、さらに日本での価格も予想してみたんですけど、まあ、ちょっと高くなりそうだなというところは、まあ、間違いないと思います。まあ、何にせよこの CPU 戦争といいますか、インテルと AMD の戦い見ていて面白いですよね。この自作 PC 好きはなかなか楽しめる環境、まあ、今後も動向は注目していきたいと思います。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。